これはこの間ここに来たお客さんから聞いた話なんだけどね、その人はデザイン関係の仕事してる人で六本木の事務所で働いてるんだって。ある時大きな依頼が入ってしばらくの間事務所にこもってずっと仕事をしていたんだ。そして締め切りの前日、何とか頑張って仕事を仕上げた。よかった、間に合った。これで何日ぶりかにゆっくり寝られる。そう思って時計を見たら深夜の2時を過ぎていた。もう帰りの電車はない。どうしよう、事務所で夜を明かそうかと思ったけれど明日は会議だ。しばらく家に帰ってなくて、ろくに着替えてなければお風呂にも入っていない。こんなボロボロの格好で偉い人たちと会議をするのはまずい。やっぱり家に帰ろう。電話でタクシーを呼んで事務所の外に出た。六本木というと都会のように思うけど、ある地域には古い民家が密集していて、そこには誰も住んでいないボロボロの空き家や空きビルがたくさんあるんだ。バブル時代に地上げ屋が住んでいた人たちを追い出したけど、そのままバブルが弾けて取り壊しもされずに残っている廃屋があちこちにある。錆びた手すり、崩れた壁、ツタが絡んで緑色になった家。少し離れると賑やかな都会なのに、周りはそんな廃墟。ふと思うと、こんな深夜にここを歩くのは初めてだった。いつもは昼間しか歩かないから気にならなかったけど、夜中に見ると、なんかやだな、ちょっと怖いな、中には悪質な立ち退きで空き家になった家もあるんだろうな、事件もあったかもしれないな、一人でいるとなんか出そうだな、ああやだやだ、早くタクシー来ないかな。そう思っていると遠くにポツンと明かりが見えた。電話で呼んだタクシーだ。そのタクシーが来ると急いで乗って行き先を言う。運転手はメーターを入れてゆっくりとその場所から離れると、どの道で行かれますか？あ、一番近い道で。早く帰って寝たかったというのもあるけど、早くこの不気味な空間から離れたいというのもあった。安いから借りた事務所だけど、そりゃ確かに安いよな。そろそろ別の場所に越そうかな。そんなことを思っていると、だんだん街灯が増えて風景が明るくなってくる。このまままっすぐ行けば街に出るなと思っていたら、運転手さんが、この先工事してますんで抜け道通りますねって。ハンドルを切ると青山墓地を通る道に入っていった。明るくなったかと思うとまた暗い道だ。墓地の下にある朝方までやってるはずのバラック建てのラーメン屋の明かりが消えているのを見て、今日は日曜日だと思い出す。ああ、ここのラーメン美味しいんだよな。スープは味噌派や豚骨派が食べてもうなるほどの深みのある醤油味で、それを縮れ麺に絡めてヒッとすすり込むのがもう絶品で、揚げたネギの香りとメンマの甘さがその旨味を引き立てて、ああ、久しぶりに食べたいな。最近行ってないな。今度来ようかな。なんと思っていると、ガクン！タクシーが急に揺れて体がシートに押さえつけられる。急にアクセルを踏んでギアが変わったんだ。何かと思ったら運転手さんが、お客さん伏せて。え、なんだかわからなくてはって答えたら、いいから伏せてって言うと、ものすごいスピードで走り出す。何運転手さん何がって聞くと、絶対顔上げちゃダメ。わけがわからないまま言われた通り頭を伏せると、タクシーはどんどんスピード上げていく。頭を伏せたまま、ああこの道だと本当はそろそろ曲がらなきゃいけないはずなんだけどって思っても、曲がる様子はなくて、きっと一方通行逆走したんだろう。うん、そのまま青山墓地を突っ切ってずっと走り続ける。頭を伏せたままチラッと運転手さんの方を見たら、顔は見えなかったけど必死にハンドルにしがみついているのが見える。それを見て、これは冗談じゃなくて本当に何かあるんだろうと思って、言われた通り頭を伏せていた。どれくらい走っただろう。しばらく行くと、タクシーが次第にスピードを緩めて、カチカチカチ、ハザードが点滅する音がする。タクシーが路肩につけて停車すると、運転手さんが、お客さんちょっとタバコ吸っていいですかって、こっちが返事もしてないのにドアを開けて車を降りる。自分も一緒に降りると、
運転手さんはタバコに火をつけて一服。思いっきり吸って、まるで深呼吸みたいに煙を吐き出す。一体どうしたんですかって聞いてみると、運転手さんは、いや、仲間内だわ聞いていてね。まさかそんなことがあるわけって思ってたんだけど、って苦笑いする。そしてもう一服すると。実はね、お客さん。あの時、後ろの窓に何人か張り付いてたんですよ。墓地を抜けたあたりで消えてはいたんですけどね。少しでも離れたくて。それを聞いてまさかって思って振り返ると、タクシーの窓にはたくさんの手形がついていて、ばあちゃんの幽霊、生きとるわ。あんたらちゃんと仕事しな。メイド長、いつの間に。喋んないから今日はいねえのかと思ってたよ。ずっとおった。ちょっとそこで昼にしてたけどな。なんだ、ばあちゃんも仕事サボってんじゃん。お黙り。びっくりした。せっかく今キャーってギューってしたのに、あまりに怖くてどんな感触だったか覚えてない。まったく、階段もいいけど、あんたら注文は取ったのかい。あ、そうだと忘れてた。注文何する？注文したって真っ暗じゃ食べられねえよ。ああ、ひっくり返しちゃいそうだしな。ねえほとり、お客さんが来ても注文取れないんじゃこのイベントって意味ないんじゃない？はっ、バカだねえ、ほんとにバカだねえ。面白い企画だと思ったんだよ。そうだ、真っ暗でも食べられるオリジナルメニューを開発すれば。明るくても食べられるメニューを作れるようになったからにして。ほら、ちょっと片付けて通常営業に戻るよ。甘く下ろして注文取んな。はーい。あれ、甘く取っても明るくならないよ。真っ暗なんで。日が暮れたんだな。この季節日が落ちるの早いもんな。それであんたらお祓いはやったのかい？お祓い？お祓いもやらずに階段なんかやって、ふんむぬが出ても知らないよ。またメイド長ったら。そんじゃタッツン、とりあえずお部屋三つね。三つ？二つじゃないの？三つでしょ、真田とコン先輩と、もう一人ここに。あれ、確かこの辺りに誰かいなかった？え、ほらここ誰か聞いてるよ。メイド長じゃないの？私はここだよ。ちょ、誰？気のせいじゃないのか。見れよ、気配するもの。じゃあ誰だよ。まさか本物が出ちゃん。じゃあタツの電気つけろ、電気。あれ、つかないわよ。停電？まさか呪いじゃ。はあ、お祓いしないから。恐怖、それは日常に潜む非日常を認識した時に感じる危機的な感覚である。誰？ここで聞いてるの誰？ドラマ CD、 それでも街は回っている。怖そうで怖くない、少し怖い階段。原作石黒正和、脚本高山克彦、演出亀山俊樹、出演嵐山ほとり、尾身川千秋、辰野俊子、結城葵、コン双葉、矢沢理恵か、真田博之、入野美、磯畑浮、桜井貴博。そしてナレーションは私、上田洋次でお送りしました。